はようございます。今日は先日タナゴグルテンで釣ったちょっと下流のところへ来ています。今日は朝から雨模様なんですけれど、雨の弱くなったところを見計らって釣りをしています。そんなわけでなかなか動画を撮ることができなかったんですけど、少し小ぶりになったので余裕ができたので動画を撮っていきたいと思います。 1.2 メートル竿、浮き仕掛けでとりあえず最初は刺しを使っていきます。もうこの前にかなり釣れちゃってるんですけれども、後ほど今日の釣果についてはご報告させていただきたいと思います。今日はなかなかいいサイズの魚がたくさん釣れてます。沼ムツですかね。昨夜からの雨で増水したので少し魚が活性化しています。わかりました。沼ムツのようです。かかりました。静かにかかりましたね。これも沼ムツのようですね。今日は今のところ刺しで釣ってるんですけども、十分刺しで釣れてるので、秘密兵器のタナゴグルテンは釣れなくなってきたら使ってみようかなと思ってます。はい、かかりました。綺麗ですね。何でしょう。この場所見渡す限り釣れる場所がありそうなので、順番に釣っていきたいなと思います。隣の場所でちょっと釣ってみます。はい、かかりました。沼ムツのようです。かかりました。あ、元気のいい、ちょっと大きめのがかかりましたね。手元に来い。沼ムツのいい方のが釣れました。さあ、釣れるでしょうか。今のところ入れ食いなんですね。かかりましたね。これもまたいいサイズですね。沼ムツのようです。
これもいいですね。沼むつかな。今水を変えてきました。なんか釣れてたみたいですね。またいいサイズの川むつ。今日川むつ祭りですね。今日はサシでよく釣れます。雨が引き続き降ってますね。引きましたね。川むつですね。沼むつですね。雨が強くなってきたので、もうそろそろ終わりにしたいと思います。ちょっと場所変えました。目の前に竹があるので気をつけないと絡んじゃいますね。雨強いですね。もう終わりですね。あと1匹で終わりにします。あと1匹で終わりっていうとなかなか釣れないんですよね。もう雨で釣ってるところの先じゃないので終わりにします。はい、本日の釣果です。ちょっと分かりづらいんですけど結構釣れましたね。